ビーバス。はい、ここを登録してね。僕入院したくない、入院は嫌だよ。ティミーいい子ね、お医者さんが入院しなさいって。はい、どうぞ。はじめまして、私はちびっこ看護師ミュウミュウ。僕はちびっこ看護師キキだよ。ティミーの面倒を見に来ました。ん？このクマちゃんはティミーの？うん、クマちゃん僕といつも一緒なの。頑張れティミー、とっても偉いね。頑張れティミー、とっても偉いね。私たちも一緒にいてあげるわ。お医者さんがティミーはもう大丈夫だそうです。もう安心ですよ。ありがとう、ティミーを看護してくれて。どういたしまして。患者さんのお世話は私たちの仕事ですから。ありがとう。うわぁ、イエーイ。お願い、いいねを押してね。美味しいものをたくさん作ったよ。一緒に食べよ。あ、うん、あ、うん。あ、ねえ、なんで食べないの？具合が悪いの？待ってて、お医者さんを呼んでくるわ。白い服着て、お医者さんに変身。
たくない。ありがとう、ミミ。私はミミじゃありません。お医者さんって呼んでください。ははは、わかりました、お医者さん。はいはい。今日学校で予防接種するんだって。注射だって。キキどうしたの？キキ早く行こう、遅刻しちゃうよ。注射嫌いなのに。いたたた、頭が痛い。頭が痛いですって。病院に行かなきゃ。救急車呼んでくる。いや、うちにいるからいいよ、平気だってば。やばい。キキ、頭が痛いんですって。熱は？体温を測りましょう。どうしよう、どうしたらいい？看護師さんに仮病がバレたら。あ、いい手がある。体温を測りますよ。見て、39度も熱がある。仮病だってバレないよな。口で熱を測る体温計だから、じっと口にくわえててね。ああして、もう一度測り直し。平熱ね、熱はないわ。どうしよう、他の方法を探さなきゃ。そうだ。先生、先生、喉が痛いんです。喉を見てみましょう。今度は仮病だって絶対にバレないぞ。さあ、さあ、喉が痛いからお水を飲んでね。水、いや、僕、我慢できない、お水ちょうだい。喉も異常なしね、炎症もないし。お腹が痛いよ。大丈夫そうだけど。待ってて、聴診器持ってくるから。あら、お腹がどうしてこんなに大きくなったの？早く先生を呼んでくるわね。仮病だとは思わないだろう。お腹がどうしてこんなに大きくなったんだ？10分後に手術をしよう。手術だって？どうしよう。手術の準備をしよう。大変だ、どうしよう。ダメ、早く逃げなきゃ。みんな外にいる。そうだ、窓だ。いい方法がある。えい、どこ行ったの？キッ
キ、そこで何してるの？ミュミュ、早く逃げよう。ダメ、手術しなきゃ。本当は注射が嫌で痛いふりしてたんだ。軽病だったの？遅刻しちゃうから早く行こう。ダメだよ。予防注射はしなきゃいけないんだね。さあ、行くぞ。ママは出かけるつもりよ。あなたたち、今日家でパパの言うことよく聞いてね。はーい。ミミ？まったく、パパの言うことなんか聞かないな。もうパパは知らん。いてて、お尻が。私、お腹すいた。パパがご飯を作ってあげよう。不吉ちょパパは慌てんぼ、あんたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。おう、卵が黒焦げ。パパ、卵焼きが真っ黒になっちゃったよ。不吉ちょパパは慌てんぼ、あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。 No！ ジュースと間違えた。不吉ちょパパは慌てんぼ、あたふた失敗失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。ああ、スカート破れた。お気に入りのスカート。ふきちょパパは慌てんぼ、いろんなことが苦手だよ。それでもやっぱり大好き。ヘイ、パパが一番だ。わあ、消防車完成。パパ本当にすごいね。みんなで一緒に競争だ。やろうやろう。私の消防車が絶対勝つわ。スタート。パパも大好きだよ。みんなおはよう。僕はキキだよ。私はミュウミュウよ。今日僕らは猫おじさんの家にで赤ちゃんのお世話をすることになったよ。私たちと一緒に行ってみよう。ミュウミュウ、よく来たね。おはようございます、猫おじさん。今日一日うちの子をお願いできるかな？いいですよ、私たちに任せてください。ベビーバス変身、ベビーシッターになれ。退屈な
君たち本当にありがとう。どういたしまして。今日はキキとミュウミュウが猫おじさんの赤ちゃんのお世話をしました。キキとミョウミョウにメダルをあげましょう。お薬をちゃんと飲むよ。あ、キキがかわいそう。本当に具合悪そう。本当に。モモ、大丈夫？うん、大丈夫よ。あ、モモ、具合悪いの？あ、ママ、うん、病気じゃないわ。先生、ももも具合悪いみたいです。見てください。何してるの？ミミ先生が病気がうつるかもしれないって言ってた。ちょっと暑いわね。心配いらない。熱を測ってみましょう。キキ、モモ、二人とも病気みたいね。大丈夫、お薬を飲めば治るわよ。さあ、キキ。全部飲んだ。キキ、すごい。キキ、すごい。モモ、あなたもよ。いやいや、飲まない。モモ、いい子ね。お薬を飲まないと治らないわよ。モモ、薬飲むのは簡単だよ。早く飲んで。お薬飲まない、病気じゃないもん。キキ、どうしよう。心配しないで、僕たちにはトトがいるだろ。ベリーバース、トゥトゥトゥ、アブラカタブラ、いやーやあ、みんな、呼んだかい？あ、モモ、具合悪いの？うん、ママが病気なの。でも、お薬を飲まないって。病気の時は薬を飲まなきゃ。病気じゃない！お薬飲まない！じゃあ、悪いバイ菌と僕たちの体にある白血球の戦いを見てみようか。ほい。バイ菌の軍隊が攻めてきたぞ。早く薬の盾で防がなきゃ。白血球の軍隊を全滅させてやる。バイ菌どもめ、俺についてこい。早く薬の盾で防ぐんだ。なんてこった。それじゃ薬の盾がないウサギの白血球を先に攻撃しろ。はい、大将。先生、トゥトゥ、お薬飲む。モモ、いい子ね。トゥトゥ、やっぱりさすがね。モモは勇敢な子ね。白血球がどうなったか見せて。よかった、僕たちも薬の盾ができたぞ。力を合わせて攻撃しろ。ご飯よ。うわー、おいしいのがたくさん。へえ、ママ食べさせて。ティミー、
もう赤ちゃんじゃないでしょ。一人で食べれるわよね。僕、できない。私たちが教えてあげる。ティミー、僕たちみたいに食べてごらん。ご飯食べよう。一人で食べれるよ。一口ずつしっかり噛んで、きれいに食べたよ。まんまるお腹グーグーなるよ。ご飯ができたよ。小さいスプーンちゃんと握って、片手でお茶は待つ。食べよう。一人で食べれるよ。一口ずつしっかり噛んで、きれいに食べたよ。こうするの？そうだよ、上手上手。そうよ、こうやるの。おそば食べよう。一人で食べれるよ。一口ずつしっかり噛んで、きれいに食べたよ。ティミ、上手に食べれたね。僕自分でご飯食べれるよ。自分でご飯食べるのは難しくないでしょ。うん、みんなもやってみてね。